あれ失礼しまーす。お願いします。今呼んでるかな。津田の時みたいにギャル来た。おひなです。おひなもうすごいのよ。おい、ここで相方津田を打ちのめしたギャルが登場。ユウスケは竜となり敵を打つことはできるのか。なんて呼んだらいいかな。アンジェ、アンジェで、うちはおひなで。おひな、そのまま。なんて呼んだらいいですか。将軍とかですか。めちゃくちゃいじられてるやん。やばい。西沢とか本名くさ本名いじられてる。本名くさ本名くさ。何歳何歳。22。2人とも今年3。いくつ。俺は46。なんかあんまりちょっと中途半端、45とかだったらいいけど、6ってちょっと四捨五入しちゃって50でいいんじゃないか。確かにワンちゃん。いやいや、そんなんないやん。46やから。なんでちょっと中途半端やね。中途半端で50でさ、50でいいよ。なんで50やん。四捨五入しちゃって46歳だとピンとこないから、もう50でいい。46歳ってわかるやん。50のゆうきなちゃんにアンバミントなんで50やん。50の方がなんか かわいい。だってその髪型的にも情けない。どこが竜やの。これはちゃうやつ。あーかっこ悪い。これでか別にそういうやり込めて追い返せよ。そういうもんやから。こだわりない。そんなそういうもんやろ。あ、来た来た。いいぞ。竜や竜や竜だった。失礼やろ。竜だった。口に抜けてやる。失礼やろ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 。ひなちゃんには見えんように手で隠して。ひなちゃん見えてか。虫歯めっちゃある。ひなちゃん見えてる。恥ずかしいから。ひなちゃんにはカッコつけてるから。虫歯すごい。な何言うやぞ。虫歯すっご今言ってんねん。負けてんな。めっちゃやられそうやん。ギャルなのに。ポンズごめんな。ギャル今何が流行ってんの。ギャルは今何が流行ってるの。ギャル、なんかそのうちらが使うのは今はガチャっていうのはよく使う。ガチャっていうのをうちは使う。それどういう時。ガチャどういう時に使うの。ガチみたいな。本当にガチガチみたいなことを、ガチャっていうのを使う。ガチャガチャ。お前いいの。それはガチャガチャって言ってる。ガチャって46歳。ガチャみたいな。それ本当にガチャみたいな。ガチみたいな。そう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 。ちょっとやってみてもいいですか。え、ガチャって。それガチャ。そうそうそう。やろうやろう。そうそうそう。ダサいのもらえるやん。あとは、ほんまごめんやでっていうのは流行ってる。ほんまごめんやで。って。関西弁なんそこだけ。うちの友達が関西弁でなんかそれ言ってくるから、うちらの中で流行ってるのね。ガチャ使って。ガチャとごめんやでをただ使っとけば、受けるみたいな。え、それガチャ。めっちゃ可愛い。ほんでひなちゃん、ひなちゃんにほんまごめんやで。なんか怒られたらほんまごめんやでってやっとけばいい。母さんガチャ。え、うるさい、うるさい。ごめんやで。いいじゃん。え、ダメ、ごめんやでってやった。ギャルユウスケ。ギャルユウスケ。できました。似てるし。そう、リズム大事だから。なるほどね。津田のゴイゴイスは知ってる。あ、知ってる。そん時とかでも使えるかな。なんか その時にその代わりに。そん時でも使えるかな。全然使える。一回やってみてどんな感じか。俺ゴイゴイスやって。あ、ゴイゴイス。あ、やって、その後ガチャやってよ。ちょっと前出て、ちょっとどんな感じになる。一回前出て。どういうこと。いくよ。ガチャで入ってきてね。ガチャでやってな、その後。うん。これはすごいゴイ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 ス。え、それガチャ。ほんまごめんやで。いいそのままない。ユウスケがとんでもないことになってる。売れるよ、もっと。そうそうそう。それガチャーって。ごめんやで。ちょっと揺れて、せーの、ガチャーって。アイコ、ちょっと揺れて。ちょっと揺れ揺れて。それガチャーって。それガチャーって。ゴイゴイツもちょっと揺れてるもんな。それガチャーって。揺れてる。ほんまごめんやで。こっちも揺れる。揺るつ、揺るつ、それない揺るつ。こっちも揺れるんや。揺れた方がいいな。揺れた方がいいね、確かに。ちっちゃいガーチャーとかもある。なるほど。みんな許してくれる。それなんかちっちゃいガーチャーとかもあるの。ちっちゃい。電車とか。ちっちゃ。ガーチャーちっちゃ。ミリガーチャーや。そんな。絶対終わった。メリハリは100ゼロで欲しいから。そこまでして。サイレンとか、それガーチャーか。どっちか、100か0か、うん、そうそうそう。普通の声のガチャは何にも面白くないから、うん、ハグか。あ、面白くないよ、分かっとんな。何って言われるぐらい。
大か大か小が多い。何回かやるか。ちょっとムキーに行かれんか。そうですよ。最後ムキーです、ね。ムキーで行くのに。一回カツラ取ってみるか。何？どうした？どうこのパーマ。どうこのパーマ。なんかぐっちゃぐちゃだよ今。お金かかってなさそう。おい、なんやそのいい喋り方あって。おいね、その喋り方。あ、理由が来た。急に最後理由が来た。さっきから。おかしいやろ。年上に。な、年上やと46や。チャンスの時間。フルで見られるのはアベマだけらしいな。プレミア会員な、今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。この動画の続きは、ここをクリック。